さあパート7始めようかしら。これで水中ステージ終わりなのか。これは下に潜っていくやつのようね。槍でどんどん獲物取っていきましょう。うっぱなにこのトゲトゲしんの。それに打って変わって BGM が明るくなった。まあタイミングを見計らっていきましょう。了解。よし抜けたわ。あたいもそこから抜ける。さあ上からぶっ刺していくわよ。またか。おっと左にパラソルあるじゃない。さあさあ取りに行きましょう。あ、しまった。うっそパラソル壊しちまった。さあ下はね、今回の山場が山に帰んの早すぎだろ。さあ慎重に進んでいきましょう。余裕余裕。これぐらいのトラッパ。そんなこと言ってずに、気持ち悪。何この大量のサメ。けど壁に挟まれてるわ。また向かい側に扉があるのよきっと。ということは全力ダッシュじゃー。ちょっとはタイムを分けてよ。よおらーどけどけお前ら。まだあたいを待ってるのよ。入り口を発見。サメも邪魔するでてめえら。ここで簡単はいただいておくぜ。やべえっと、よしよし無敵キャンディー最高。あれ、道が2つある。2手に分かれましょうか。こっちにはビームあるから、効率よく星ブロック壊していきましょう。ビームゲーっと。結局下降りてないけどな。一人でもプレイできるゲームだからね。もう何回も分かれ道ばっかじゃつらいでしょう。まあそうか。ん、何これ。明らかに大爆発起こしそうね。多分次元爆弾でしょう。急いで運ばないと。頑張れ。いって、くっそこの爆弾ガードにはならないのか。え、これスピード速くない？ああ、もう値後ろいる。おいこだけねー。その、やばいやばい、巻き込まれる。もう、ああ、こっちに投げるな。しょうがないでしょ。でかすぎて壁にぶつかったのよ。もう値は離れとくから。やかましい。てめえも一緒に道連れだ。なに？またお前かよ。スイッチで床が伸びた。今度はスイッチを踏んでいけってことか。こらてめえ、間開けてんじゃねえよ。そんな大爆弾抱えて近づくやつおらんわ。やばいやばい、暴走しすぎだろこれ。ゴールはどこだ。切って切ギリギリ間に合った。スピアゲーっと。この BGM 明るいんだけど。なんかいい思い出ないわね。おい、早く来いよ。ウツボ嫌い。好き嫌い言ってんじゃねえ。よてじっくりに測れば十分抜けれるわよ。ふーん。いや、アップねー。ほんとギリギリだったわ。もう気持ち悪い。何よこのデカさ。あ、上に食べ物あるわ。おっと、発見。やべえっと、これで若干水中にも強くなったわ。見てか下にウツボがいる。うわぁ、アップねー。まさか挟み撃ちしてくるとは。まあ抜きことよかったじゃない。またかよお前。サイズは小さくなってるけど、ウッパめちゃくちゃいるじゃん。なんだよこの量。落ち着くのよ。一気は大したことないんだから。もうあたいこっちから行くよ。うっそはランニングスペースにいるじゃん。たじゃー、食われたー。ふっ、やべーっと。さあ、もう下に潜るだけよ。了解。よし、こっちで正解のようね。でっけー、もう嫌だよここ。しつこすぎるわ。はもうギリギリの連続だわ。もうしつこすぎて慣れてきちゃったかも。あー、そう、わかったわね。やったゴールだ。なんか今回めっちゃ疲れたわ。あ、うん、あたいも。もう僕なのね。これでウィステージともおさらば。うん、ハイジャンプ。あータイムアタックか。今のところする予定はないわ。それよりさっさとボスターをしてしまいましょう。さあ今回のコピーたちはパラソル、スピア、アイスカー。スピアにはもうお世話になったからね。アイスはどうせこの後にキステージでたくさん出てくるだろうから、お別れの意味も込めてパラソルにしましょう。よーし、レッツゴー。
か、さすがに水中バトルではないのね。それはきつすぎる。話してくれないかな。ラッパーって何？ラッパーは衝撃吸収するものらしいわ。パッては使ってることはとにかく出るんだわ。体力高いのかな。確かに体力の高さと転がりが武器なのかな。でもやっぱりスピードは遅いのね。体力のように破れちゃう。どの間に当たり合ってるはずに。おっと、なんででっか。よっしゃ撃破、連続攻撃が決まったわ。ああ、うるさいな。もう何個目だっけ。三つ目でしょ、覚えてないんかい。まったくいつまでだらしにてるのかしら。病院行った方がいいんじゃないの。うん。僕のために頑張ってじゃねえよ。気持ちも若いね。いや、あんたには言われたくないでしょうね。まあちょっと早いけど今回はこれで終わりましょうか。本当に早いね。でも切り的にはベストなのよ。おっと、雪ステージなのか。雪は5番目だと思ってたけど。やったー、雪じゃん。氷じゃん。ああ、はいはい、そうね。それじゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。